女はいつも楽しそうだった。それまでは悪魔に飲まれ泣きながら朝を迎えていたという少女は、この刑事の世界では気が晴れているように見えた。人間は感情に振り回されながらも、その度に魂の輝きが増すようで、俺にはそれが到底理解できなかった。だが俺はそんな人間になって、この少女と同じ目線で世界を見てみたいと初めて思った。怪物さんが早く人間になれるといいな。楽しいよ。お友達と遊んだり、おやつを食べたり、絵本を読んだり。パパやママと一緒に。うん、なんでもない。母さん。はて、存じ上げませぬ。どうしたの？村に兵隊さんがいっぱい来て、母さんと逃げようとしたら迷子になっちゃったんだ。もしかしてこの子はカカシの中から追い出されてしまったのかもしれませんね。稀にあるみたいなんですよね。母さんに会いたいよ。ねえ怪物さん、この子のママをカカシの中で探してくれないかな。ね。どのみち黒いカカシには入るんですから、ついでに探してみてはどうです。ついに作戦開始の時。隊長は複数の班を率いて敵軍キャンプへ進軍します。目標は敵軍の殲滅と少年隊員を見つけ出すこと。彼は隊の安全を期す指示を的確に出しながら進んでいきます。
これより任務を開始する。邪魔するならあなたたちも。隊長の率いる班は敵軍キャンプへと到達しました。仲間たちは作戦通り陽動のための攻撃を開始します。隊長も警戒しながら敵陣を進みます。そこには敵の隊長らしき死体が転がっていました。その胸に刺さっているのは見覚えのある一振りの剣。敵討ちを図るあの少年隊員が隊長に突きつけた剣だったのです。周囲に少年隊員の姿は見えず、敵軍の背中で彼が無事だとはとても思えません。隊長はうめき声を上げながらつぶやきます。僕はまた間違えたのかと。この子のママ、見つかった？そうだ、私たちと一緒に来て、君のママを探さない？うん、一緒に行く。ありがとう、お姉ちゃん。じゃあ決まり。怪物さん、この子も連れて行こう。
全部粉々にしてやる。また殺されに来たのか。これより任務を開始する。また殺されに来たのか。これで殲滅する。さっきのカカシの中にいた息子を探しながら死んだ女、あれ絶対あの子の母親ですよね。なぜ本当のことを伝えないのですか。
黒いカカシからいきなり敵が出現した。坊やはどこ？くそ！坊や、坊や、行くわ。もしかして今の母さん？ああ、違う。怪物さん、またカカシの中で探してきてもらえる？それは、臆病な隊長がまだ一兵卒だった頃のことです。若い頃の彼は、自信家で身勝手な規律を乱す側の人間でした。激しい戦闘、壊滅した隊。彼は生き残った仲間を探して歩いていました。最初に見つけた仲間の死体は自分の指導役の先輩でした。次に見つけたのは、よく衝突していたタイの同期。彼らの死は、力をおごり、作戦を無視した自分がタイを混乱させ招いた結果でした。諦めの中、最後に発見したのは、無能だと馬鹿にしていた上官。上官はその一言だけ残して眠るように黒い息を吐きました。
隊が全滅したのはお前のせいだ。お前が俺たちを殺したんだ。これでどうだ。お前が助かってよかった。その言葉は若き隊長への呪いとなり続けているのです。あの時の戦場から8年、仲間の死に対して強い恐怖を覚えるようになった彼は、それでも軍人であり続けました。たとえ心が壊れたとしても、一人でも多くの仲間を守ること、それが彼にとっての償いなのです。物陰で負傷して動けなくなっている少年隊員を見つけました。うつむく彼を見ていると、過去の自分を見ているようで胸が締め付けられます。何としても助ける、そう願う隊長の拳は強く握りしめられていました。怪物さん、あの子のママはいた？僕、ここで母さんのこと待ってみる。どうして？また今の黒いお化けが来るかもしれないよ。危ないよ。あんまり遠くに行っちゃうと母さんが探せなくなるから。そっか。お姉ちゃん、ありがとう。怪物さんも元気でね。
僕、母さんが来るまでここでいい子にしてる。結局、母親が死んでることは伝えませんでしたね。立ちはだかる者を斬る。はっ。感謝する次で今夜の夢も最後だね。立ちはだかる者を斬る。
感謝する。これでどうだ。敵増援を確認、解除する。負けられない。いいえ、違いますね。夢を食べられること自体、人体には無害です。大丈夫、心配しないでね。さあ、今夜最後の黒いかかしになりますよ。青年と少年の運命やいかに。隊長は負傷した少年隊員を背負い、拠点への帰還を目指します。少年隊員を守りながらの移動、危険を伴う状況の中でも隊長は通信で指示を出し続けます。残るは敵キャンプで戦う仲間に的確な指示を与え、順次撤退させること。少年が背中からうめくように話しかけてきます。勝手な単独行動をして負傷し、隊長に迷惑をかけたことを彼は言葉少なに謝罪しました。少年をかばいながら敵を排除したものの、隊長自身も怪我を負ってしまいました。
また敵に見つかった時、次も少年を守りきれる保証はありません。一刻も早く拠点へたどり着くことを祈り、歩き続けます。ありがとう。また殺されに来たのか。行くわよ。ぶっ壊す。またお前のせいで仲間が死ぬぞ。過去の過ちは繰り返さない。誰一人失わないよう導いてみせる。お前のそのおごりが仲間を殺すんだ。あの頃の僕とは違うんだ。二度と仲間を死なせたりしない。僕の全てを犠牲にしたとしても、もっとだ。隊長の体力は限界に近づいていました。隊長を突き動かしているもの、それは一人として見捨てないという無謀とも思える信念。
再び敵軍が現れ、行く手を塞ぎます。隊長は敵を睨み据え、自分を盾として少年をかばいました。現れたのは隊の仲間たち。近距離での一触即発の状況に全員が息を呑みます。そしてしばらく睨み合いが続いた後、敵軍は撤退していきました。作戦を終えた隊員たちが隊長の応援に駆けつけたのでした。本作戦における死者0名、部下からの奇跡のような報告。隊長は重いまぶたを閉じながら少年に伝えました。お前が助かってよかった。人格を捨ててまで築き上げた家族のような仲間たちに隊長は命を救われたのです。仲間たちは歩けなくなった少年を担ぎ上げからかいます。少年は今まで仲間に見せたことのない苦笑いで返しました。荒れ果てた戦場の中心で舞台の笑い声がしばらく響いていました。まあ珍しくハッピーエンドな物語だったじゃないですか。青年の誰も死なせたくないという祈りが通じたのでしょうか。それでは恒例のドリームタイム。あのお嬢さんが弱っているのはあっちの世界で起きている何かが原因でしょう。まあいいじゃないですか。あなた様にはそんなこと関係ないですから、明日もしっかりあの子の夢を食べてさっさと人間になりましょう。早く次のケージへ向かいますよ。